はい、ネイルドットコムです。今日は以前視聴者さんからいただいたコメントにあったんですけど、アクリルパウダーを混ぜてジェルネイルやってみた、強度が増すのかっていう、まあ実際に強度は増したんですけどっていうやつの、オフの場合どんな感じですかっていうコメントがあったので、こっちが普通のジェルで、こっちがアクリルパウダーを混ぜてるジェル、こちらを2本ちょっとアセトン乗せてオフをしていく様子を見せたいと思います。まずはアルミホイルを用意します。お店ではアルミホイルは10枚で1セットにして置いてあります。この方が、お客さんのオフの時にいちいち数えなくていいので使いやすいです。で、コットンにアセトンを染み込ませます。はい、このまんま10分待ってみたいと思います。5分経過したので1回開けてみましょう。こっちが普通のベースジェルの方ですね。もうかなり浮いてますね。このまんまプッシャーで表面だけ落としちゃっても大丈夫そうなぐらい浮いてます。こんな感じですね、今。はい、じゃあ次こっちですね。気になってるアクリルパウダーが混ざってる方です。こんな感じです。さっきほどボロボロっとは取れてないんですけど、かなりペローンと浮いている感じはあります。部分にまだちょっとジェルが残ってる状態なんですけど、このくらいだったらファイルをかけて取っちゃっても良さそうな感じですね。まず先端の長さをカットします。で、こっちちょっとまだアクリル残ってるんで、150グリットのファイルを使って削ります。で、根元の甘皮の処理をしていきます。ファイルをかけて表面の残ってるものを取ったりとかしていきます。はい、終わりました。いかがだったでしょうか。このぐらいね、結構簡単に外せるんだったら、なんかアクリルパウダー混ぜてやった方がね、強度も出るし、ジェルも厚み出したりとかすると結構邪魔になったりとかもするし、フォルムも崩れてくるので、オフも全然早かったので、今後強度出したい人とかアクリルパウダーを混ぜてみるといいと思います。はい、ネイルドットコムです。